横浜。皆さんこんにちは、モータージャーナリストの藤島智子です。アドバンデシベル V552 の後継商品として2024年2月発売開始予定のプレミアムコンフォートタイヤ、アドバンデシベル V553 の性能をチェックしたいと思います。以前のアドバンデシベル V552 は非常に静かで乗り心地も快適なタイヤとして人気が高かったのですが、アドバンデシベル V553 はさらに静かで乗り心地のいいタイヤになったそうです。このアドバンデシベル、長い歴史を経てこの静粛性を磨き上げてきたタイヤということなんですが、従来品も非常に快適なタイヤという印象だったんです。それがどのように進化したのか期待感が高まりますね。それでは早速試乗してみたいと思います。さあ、ワインディングルートにやってきました。ここはアップダウンもあって、さらにはカーブが連続する峠道になっているんですが、こういった場所でアドバンデシベル V553 一体どんな走りを見せてくれるのか試していきましょう。早速走り出して気がついたのは、やはりこのタイヤ静かですね。走行している時ってタイヤが路面を捉えて走る時のロードノイズ気になりがちだと思うんですが、こういったものがまず耳に入ってきにくい状態ですよね。今日乗っているモデルは実はこれハイブリッドカーなんですよね。今モーターだけでドライブしている状態なんですが、タイヤの静粛性どうでしょうか。静かですね。エンジンがかかっていない状態だとどうしてもロードノイズが目立ちやすい環境と言えるんですが、こういったシチュエーションでも快適にドライブすることができます。以前からアドバンデシベルは静粛性の高いタイヤとして定評があったんですが、こうしてタイヤが路面を捉えて走っていく時のロードノイズ、すごく上手に抑えられている感じがしますね。大切なお友達や大切な恋人と一緒にドライブを楽しんでいる時、とても静かで会話がしやすいので、ドライブ中の道のりも楽しく過ごすことができそうですね。そして嬉しい進化が静粛性が持続しやすいというところなんです。タイヤというのは摩耗が進んでいくとどうしても初め静かでもだんだん少し音が大きく感じるようになることがあるんですが、この新製品である V553、 このタイヤの溝の設置形状に工夫を施すことで摩耗が進んだ状態でもその形状が変化しにくいように設計が施されているというところなんです。長く乗っていても静けさが続いてくれる、それも嬉しい進化ですよね。さあ、こうして走っていって今下り坂に差し掛かっていきます。こういったところで今アクセルを緩めるとどうでしょうか。やっぱり転がり抵抗の低さ感じられますね。やはり走行抵抗を減らすことで低燃費に貢献してくれるわけなんですが、こういった時の車の動きも安定していてすごく運転しやすい感じもします。最近ではガソリン代が随分高くなってきているんですが、そういったところで燃費がよく走れるとお財布にも優しい、積極的に足を伸ばしてドライブを楽しみたい、そんな時に経済面でサポートしてくれる要素もこのタイヤのいいところですね。今下り坂のカーブを走ってるんですが、こうした場所って本来は車不安定になりやすい環境なんですよね。でもこういったところでアクセルを緩めてブレーキをかけながらハンドルをじわーっと切っていく、こうしたわずかな操作に車がしっかりと応えていってくれる、走らせる気持ちよさが味わえるあたりはやはりアドバンブランドの魅力ですよね。もちろんタイヤ選び一つで車の乗り味や快適性変わってきますので、
タイヤ一つでそれだけ変わってくれたらありがたいところですよね。今、上り坂に差し掛かっているんですが、こういった場所でアクセルを開けていくときのトラクション、こういったところも絶妙ですね。すごく激しくアクセルを開けているというわけではないんですが、力の込め方次第でしっかりと車が前に進んでいく、このドライバーの気持ちに応えてくれる感触がすごく気持ちがいいです。プレミアムコンフォートタイヤでありながら、やはりアドバン、その DNA 感じられるポイントの一つと言えますね。そして今、路面に凹凸のある場所を走っているんですが、こうした場所を走るとき、とても滑らかにタイヤが路面を捉えて走っていてくれますね。いわゆる突き上げ感と呼ばれる路面の凹凸が直接乗員に伝えてくるような動きも感じにくくなっているので、こういった場所の動きもとても快適に感じます。このアドバンデシベル V553、 プレミアムコンフォートタイヤと呼ばれているんですが、まさにこうしたプレミアムカーで快適にドライブするのにふさわしいタイヤに仕上がっている感じがします。峠道を降りてきて海沿いのバイパスまでやってきました。いやー、このルート本当に景色が良くて気持ちよくドライブ楽しめるルートなんですが、唯一の難点がこの路面の継ぎ目なんですよ。ちょうど橋をつないでいるところのつなぎ目が凹凸となって、この巡行している時にゴットンゴットンとしやすい場所なんですね。私も撮影などでいろんな車に乗って走ることが多い場所なんですが、このアドバンデシベル V553、非常に乗り心地がいいと感じています。それというのも、乗り越える時の突き上げ感、やはり少なく感じますし、すごく角の取れた優しい乗り心地を与えてくれているんですね。今日は19インチのタイヤを装着しているモデルなので、それほどエアボリュームがたくさんあるタイヤに見えないんですが、でも実際にこうして走っていくと非常に滑らかに心地よく快適にドライブを楽しむことができます。今直進している状態なんですが、こうしてちょっと下り坂でアクセルを緩めつつ、自分が求める車速に合わせやすいですね。まっすぐ走っている時の直進安定性もすごく高いですし、ハンドルを持つ手にもなんかこうリラックスして構えていられるような、そんな感じがしてストレスが少ない感じですね。さあ、それでは追い越し加速してみたいと思います。リンカーを出して、おお、一連の動きすごいスムーズですね。とても気持ちよく加速をしながら車速を乗せていけるトラクションが得られるという部分もあるんですが、やはりプレミアムコンフォートタイヤならではの快適性、静かで滑らかで気持ちよく走らせていける、こういったところが V553 ならではの魅力なのかもしれませんね。ワインディングと高速走行、実にさまざまなシチュエーションで走らせてみたんですが、いやー、このタイヤが目指す方向性いいなって思いました。まず1つはやはり静粛性の高さ、走行時のロードノイズ自体がまず静かということも挙げられるんですが、路面の凹凸をこうして乗り越えていく時の快適性が非常に高いと感じました。で、さらにはその乗り越える過程での滑らかな足取り、こういったところが快適にドライブをしたい皆さんの声に応えてくれる、そんな性能の高さだと感じる部分でしたね。アドバンブランドのタイヤとして車と息を合わせて走る楽しさ、気持ちよさ、これがしっかり得られているといったところが嬉しさが感じられましたね。ここまでアドバンデシベル V553 の走行についてさまざまなポイントで検証してきましたが、横浜タイヤさんといえばやはり高いウエット性能、早速ウエット路面で試走してみたいと思います。さあ、それではウエット路面でのフルブレーキ試してみたいと思います。時速50キロからブレーキ踏んでみたいと思います。では行きます。おお、すごい、しっかり効きましたね。
ブレーキペダルを一気にぐっと踏みしめていったんですが、結構最初の方からグググググッと、路面をつかもうとしているグリップ感ありましたね。さあ次は水の上で軽くハンドルを切り込んでいってみたいと思います。いきます。加速してここでえい、うん、しっかりグリップしている感じ得られましたね。これなら雨の日のカーブでも安心して走れそうな気がします。横浜最高クラスの静粛性と快適なハンドリング性能、アドバンデシベル V55 の実力を今回さまざまな路面を走って改めて見せつけられた気がしました。このアドバンデシベル V55 はパターン技術をはじめとする横浜のさまざまな技術の推移を惜しげもなく投入することで、静粛性と操縦安定性、そしてウェット性能を向上させることができました。走る、曲がる、止まるといったタイヤに求められる機能において、高いウェット性能と静けさを維持できるラグジュアリーなタイヤです。そして摩耗しても性能は維持される。だから上質な車内空間をより長く、より快適に楽しめる、これぞまさにプレミアムコンフォートタイヤと言ってもいいでしょう。アドバンデシベル V55 は都市型 SUV をはじめ、ミニバンや軽自動車まで実に幅広いサイズバリエーションを取り揃えており、今後多くのドライバーの皆さんのファーストチョイスになっていくと思います。またアドバンデシベル V55 は電動車に求められる性能にも考慮して開発されたそうです。静粛性に特化したパターンデザインおよび構造の採用、専用設計のコンパウンドにより転がり抵抗、ウェット性能、耐摩耗性能を高めています。 E プラスという EV 対応商品であることを示す横浜ゴム独自のマークも刻まれています。特に電動車の場合、航続距離が気になる方も多いと思いますから、このあたりは嬉しい価値になっていきそうです。優れた静粛性が持続するプレミアムコンフォートタイヤ、アドバンデシベル V55 快適で上質な車内空間を求めるドライバーの皆様には、ぜひ一度体験してみてもらいたいですね。まあ、今回の試乗で私自身が率直に感じたこのアドバンデシベル V55 の最大のメリットは何だったかと申しますと、静粛性を高めたタイヤというと、何かそこに特化して特徴のないタイヤになっているんじゃないかって思っていたんですよね。でも快適性と静粛性、さらにはそこに車の乗り味の良さという、運転して楽しめる要素がしっかりと取り入れられていたところが、運転好きな私にとってすごく嬉しいポイントとなりました。やはりタイヤは走ってみないとわからない。皆さんもこのアドバンデシベル V55 を履いて、ドライブを皆さんと共に楽しんでいただきたいと思います。